プラットホーム河内英和駅は大阪府東大阪市高井田元町一丁目にある近畿日本鉄道奈良線の駅。駅番号は A07。1934年10月、布施町に人の道教団が仮本殿を落成し、その最寄り駅として1936年8月1日に開業した人の道駅を前進とする。 1937年4月5日に代目教主のご既得金は不経済で検挙され教団は解散を命じられる。4月22日には駅は休止となる。なお1940年発行の大阪電機機動株式会社30年市には駅の存在は一言も触れられていなかった。相対式2面2線のホームを持つ高架駅。改札口は2階。 ホームは3階にある。改札口は1カ所のみ。不正規管理の有人駅で、ピタパー以降か対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。2018年11月13日における1日、乗降人員は1987人である。近年における1日乗降、乗車人員は以下の通り、旧施施市の官庁街として栄えたこともあり、駅周辺には、 公共施設が多い。駅名は、駅南側に広がる平和という地名に由来するが、かつては、渋川郡平和村と呼ばれた。この周囲には、荒川村に属する、枝里の三の瀬、うど横沼が点在していたが、江戸時代より、荒川村からの独立を目指して長年争っていた。明治に入り、境県令の最初厚氏は、 各集落の荒川村からの分離要求を受け入れ、三の瀬、長道、横沼をまとめて一村とし、争いを収めて末永く平和であるようにと、英和と名付け、読み方を長にごとした。後に、長道は、東足台村に、三の瀬は、荒川村に合併したため、英和村は、旧、横沼だけになった。1889年4月1日、 町村制の施行により、英和村などが合併して、伏せ村が発足した際、横沼の北にある大技和英和の読みは、英和になった。英和には1928年に人の道教団が本部を置き、1934年には教団の本殿が落成し、周囲には教団関連施設が立ち並んだが、1937年に解散命令が出された。同年12月、 伏せ市は手狭になった旧伏せ町役場の代わりに、教団の小学校校舎だった建物を新市役所とし、以後この周囲に公共施設が集中することになる。大阪バスによって、駅北側に東大阪 A は駅バス停が2021年7月1日より新設された。ついにハンナで検索現況祖、大阪へ、本部から多数品を入数日中に、 近霊大阪朝日新聞1937年4月6日、人の道教団ついに壊滅地警法第8条を適用し結社禁止を正式発令全国各支部協会所の取り消しも文部大臣から同時に通帳を大阪朝日新聞1937年4月29日、今尾圭介、消えた駅名東京道、出版2004年209ページ。 ABCDE 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳八関西1、新庁舎、2008年、24ページ。ISBN 978から4から10から79万26から5。近畿日本鉄道株式会社、近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道、2010年12月、680ページ。全国書誌番号。 1> 2 1 9十万6373。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道、に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、12から13ページ。ISBN 978から4から02から34万133から4。 平成19年4月1日から、近鉄主要路線で、IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道、h t t p w w w k i n t e t s u j p n e w s f i l e s i c c a r t 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 <music> 1 6年3月2日閲覧 ?ab、駅の情報は、 近畿日本鉄道。2021年4月17日閲覧。駅別乗降人員ならせん近畿日本鉄道。東大阪市時計所大阪府時計年間。大阪府時計年間大阪府時計年間。大阪府時計年間大阪府時計年間。大阪府時計年間大阪府時計年間。大阪府時計計年間。 大阪府統計年間は大阪府統計年間東大阪市統計書2019年版東大阪市 P1662020 年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月29日閲覧大阪府統計年間 ABA 和の歴史東大阪の地名と言われ重要7-1より 京都特急ニュースター号ダイヤ改正のお知らせ。大阪バス。2021年7月2日閲覧。ありがとうございます。